いやー、あの有名な川原まなみさんにインタビューできるなんて本当すごいことだよね。そうなんですよね。本当に、いや今日本当に楽しみでした ね、楽しみにしてきましたね。そろそろ多分待ち合わせの時間なの で、ね、多分今日密着インタビュー、はい、楽しみましょう、はい、こんにちは、こんにちは、一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどちらに行かれるんですか？今日は私の学校に一緒に行ってもらいたいと思ってます。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい。あ、今ここにいるみんなが私のサークルの後輩です。はい、お願いします。早速なんですけど、普段まなみさんってどんな方ですか？可愛くて歌が上手い人ですね。ああ、なるほど。そうですね。はい、ね、すごいおしゃれで、センスもとてもいいんです。あ、おしゃれで、センス分かります。はい、まあまあまあ、すごい料理が上手で、料理が上手なんです。ローストビーフの茶色いタレも作ります。ローストビーフのタレも作ります。後輩の面倒見がめっちゃ良くて、もう会うたんびにいつも話しかけてくれるし、もうドライブにも誘ってくれるし、あの飲み会もなんか週3ペースで誘ってくれて、もうすごい優しいんですよ。ストーリーの説明黒髪が綺麗。ああ、確かに。キューティクルですもんね。買っちゃってるから。そうですね。はい。あ、じゃあちょっとここで一旦カメラのテープ変えさせていただきました。カメラ開けさせていただきます。はい。いや、ちょっとさ、え、何今の？今私インタビューされてるから。いや、わかる。可愛いとかおしゃれとか歌うまい、もう分かってる。もう当たり前、みんな知ってるから。それは分かってんだけど、もうちょっと褒めるとこないの？いや、頑張って絞り出すじゃないですか。いやいやいや、私もっといろんな料理作れるし、集合で飲み誘ってるし。いや、そう、いや、聞いたことない。聞いたことないし、まず、あと料理をできるかどうか知らないし、料理してるとこ見たことないし、いつもコンビニ弁当買ってるじゃないですか。いや、私後輩に喋ってるとこ見たことないし、お前後輩と喋れないじゃん。いや、今のセリフみんな本心で言ってたよね。ほら、ほら、ほら。まなみ。あ、ゆうちゃん。カリスマですね。インタビューの方もあじゃあカリスマの方、あ、ゼミが一緒でゼミがあ、なるほど。お互いに何て呼び合っているんですか？私はゆうちゃんって呼んでます。マナちゃんって呼ばれます。痛い痛い。初デートとかってどちらに行かれたんですかね？あ、じゃあせーので言うか、いくよ、せーの、みなとみらい。ジャスコ、ジャスコ、吸収された。私みなとみらいって言ったけど、なんて言った？ジャスコ。え、どこ？四日市。四日市。私言ったかも。え、なんか全然記憶にないんだけど。いや、だよ。え、怖い怖い怖い。え、言ってない言ってない。誰誰誰、私じゃない。いや、そんなことジャスコ言ったよね。出ないよ。いやでも全然、あの前の子よりマナちゃんの方が好きだから。いや、意味わかんないから。実に興味深い。トゥトゥル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 トI'm not afraid to die.
またジャズ行こうな。